や、やっぱ娘引くわ。やっぱキャラ増やしたい。行くぞ。あ、また1日1回行くか。初めてなんだけど学園長来たの。え、初めてなんだけど。来い、なんか来い。来るのか。あー、来ない。なんの演出。うわ、来た。始めよう。覇王にふさわしい栄光を。え、誰。うわ、これ被ってる気がする。え、持ってなかったっけ。あ、持ってるよねこれね。いや、マジか。はあ、てか演出あって SSR1 なんだね。え、もう確率で言ったら来ないよ SSR 多分。0.3% とかじゃなかったっけ。確率を超えろ。え、これ確定？来い！よし、来た！来い！お！え、持ってないよ、多分。よーし！かっけえ演出！トップオブジョイフ！境界点オー。え、持ってた。あー、やっぱりな。そうなんだよ、どうせ俺ってそうなんだよな。俺ってそうなんだよね。SSR、俺ね、一応何回か課金してて、まあ、1万、2万ぐらい。で、ね、全部被り、マジで。いや、まあ、とにかくね、同じキャラばっか、こいつ、え、あ、こいつかな、シンボリ・ルドルフ、俺3枚ぐらい持ってるよ。え、めっちゃ出てんの？あ、めっちゃ出てるんだ。え、めっちゃ出てるんだとしたら、おかしいけどね。これをめっちゃ出てるって言って平然として受け入れるのは。うん。ゲームってだって7000円、ね、5000円から7000円ぐらいで買えるものなんだよ。もう石なくなっちゃった。うわぁ。え、7000個石あったけどね。え、どうしよう、みんな洗脳解けそう。え、どうしよう、どうしよう、みんな。え、このままだと洗脳解けちゃうよ。え、どうしよう。まだ夢を見てたいんだけど。やだやだ、まだ現実に戻りたくない。